狛江。狛江。ということで、はい、狛江のラジオ収録の合間です。まあ毎日動画撮ってるけど、うん、やっぱラジオの日の動画はやっぱり普段より喋ることないな、もう。何喋ってるかわからんくなっちゃうな。もうラジオで喋ってるしさ。でもむちゃくちゃラジオ聞いてる人は少なそうやな。少ないかな。少ないんちゃう。今ね、ちっちゃい子とかもいっぱい多いよ、狛江は。平和な街ですね。家族がね。そう、家族を持ちたいって思う日もあります。赤ちゃんをね、見に行ってきたい。お姉ちゃんの子供、赤ちゃんでね、その前にライブ終わり、サンタモニカ主催のライブ終わりに、うん、新幹線乗ってギリッギリ で、うん、で親友の赤ちゃんを見に行ってきたよ。まずえ、お前赤ちゃんはしごしたん？赤ちゃんはしごしておらんよ、あんまり。で、かわいいっつって、うん、でその日だけそのこの家泊めてもらって、で朝一自分家行って、お姉ちゃんの赤ちゃん見て可愛いってして、で別の友達のちっちゃい子二人と遊んで帰ってきました。平和やね、それ。むちゃくちゃだから今赤ちゃんっていうかさ、赤ちゃんって子供、うん、欲しいな。あ、子供欲しい。だからちょっとむっちゃエロいかも今日ガチで正直。まあでもそうよな、結びつくよな、それはどうしても。普通になんていうの、生物的にな、うん、普通にジロジロ人見てまうな。あー、パートナーを。俺はもうね、探しにかかっちゃってるな。もう俺は自分の子供は半ば望まれへんのじゃないかなという。どういうこと？多分やる気ないと思うねんな、もう精子がさ。あー、まあ、何回か見たことあるけど、やる気ないってよりなんか、まちょっとまあなんか元気ないよな。いや、そう、見たことあるのとこやから気になんのそう、どういう、なんでどういう様子かわかんねんとかじゃないから、見たことあるのところやからさ。あ、ほんま。だからもう俺もし、どういうこと、やる気ない？いや、多分頑張らんと思うな、もう俺の精子は多分。真面目じゃない、卵子まで。ああ、うん、何回か見たことあるけど、変なとこ飛んでいくもんね。見たことあるのとこやねんな。変なとこ行くよな。どんな様子やってんとかじゃなくて、見たことあるところやから。どういうことねんっていうようなもし俺だから40まで独身でさ、うん、まあ、お金も多分貯まると思うよ、そんなに独身やったら、はい、そうね、うん、なんかある程度のとこまで行ったら一旦諦めて、うん、世の子供たちはみんな俺の子供やって思考に切り替えて。怖っ、怖そう。その思考ちょっと行き過ぎた時事件なりそうこれも切り替えてさ、日本の子供たちはもうみんなの子供やっていう、下町根性というか。それ下町根性なん、それ、うん、地域の子はみんな親やみたいなあるやん。だ、横断歩道の人になるってこと。あー、でも近い、ね、近いやな。でもそういう保育士さんとか、うん、子供を守る立場の人に、自分の息子に使うやった、うん、はずやったお金は。あー、なるほどね。使っていきたいな、もう。じゃ、町のサンタさんみたいな。うん、もう未来やからさ、子供は日本の。そうやな、うん、なんかそれを守らんと大人である資格は俺はないっていうとこに行き着くと。どんなとこ行き着いた？今わからんかった、たどり着いたとこ。40見つからへんねんけど。ただ俺一人がただ漠然と生きてるだけやったら、ちょっとなってくるんじゃないかな、意味がね。今は いろいろ目標があって、やりたいことがあって、こう自分で精一杯やけど、うん、どっかで何してんねやろって子供おらんかったらなっちゃいそうやねんな。なってまいそう。それは子供がおるから第二の人生というか、もうみたいな言うけど、まあ、そんなことないねんけど、きっと知らんけどやし、それやらんともうぐんぐん歪んでいくと思うから。強国の場合は、うん、ってことね。個人差ありますけど、正当化していくから、どんどん一人であることをさ、それを防ぐためにちょっとでも子供に携わってないと価値観えぐいとこ行きそう。じゃあ携わるは携わるけどさ、子供とか言うてもさ、うん、ちっちゃい時はそれ子供や、何歳から、うん、はマジで今のムカついたとかあるんかな絶対あるやん。いや、そんなん2歳からあるよ。
いや、なんていうの、その発言に対してな。あ、言ったことに対して。言ったこととか。あ、その行動に対して、その何してんのとかは。おもちゃ投げてとかじゃなくて。まあ子供やからあかん。え、お前なんか普通に思んないで今日とか言うってことやろ。そうそうそう。それガチやなこいつ。みたいなとか。小3、4ちゃん。お父ちゃん思んないって3歳の子が言っても。なんじゃそんな言われなあかんねん。だからでは済むやん、その時は。かわ確かにな。子供やからそんな言うてまう。どこで覚えてそんな言葉なんとか。どっからムカつくんやろな。小5とかかな、ちょっと早い。小5かも。小5とかは。でもなんかね、小5はね、大丈夫やと。まあまだガキ。クソガキみたいな。ガキやなって思えるよな。ああ、まあ制服着だしたらか。じゃあ中学からか。中1かもな。わかれよ、そろそろっていう。そうそう、もっとなんていうかな、リアルなというか、嫌な、おもんないとかはそれもう傷つけにかかってる系やん。あ、ちょうど嫌な、ちょうど嫌な、大人に言われたで考えた方がいいよな。うん、なんでお母さんお父さんってその鼻上の方にあるやついいよ、ムカつかんよ。何やそっか、そっか、はってなる。何はムカつくとかじゃないはやろ。な、何言ってんのよ。爪横長いなとか、なんかそのリアルな、なんでそうなんよ。なんかあれちゃう、ほんまに心底を舐められてというか、感謝がなかったら、金払ってるぐらいで育てた気になんなよみたいなスタンス取られたら、うん、ムカつくんじゃん。ムカつくか。何そのいい名付け。でもね、なんかお昼ご飯何食べるってなったの、実家帰った時に、うん、姉ちゃんと俺とそのちっちゃい子とお母さんおって、でお母さんと寿司買いに行くみたいな、うん、で家で食おうみたいなんで、何を隠そう、給料日やったよ。ああそうね、何を隠そう、もちろん出しますよんとか言って出しませんかとか言って、で地元にね、いあの勢い関っていうお相撲さんがいるん。え、今も すごい現役で、しかも結構すごい出身ってことで、出身がね、あの片野市で、うん、お姉ちゃんの友達のお兄ちゃん、勢い関。へえ。でそれ人の実家っていうのがお寿司屋さんなんや。へえ、ね、すごい勢い関のなんかそのポスターとか貼ってたりとか。すごい日本な人やな。そうそう、であそこで顔や、なんか正直今まで逆に手出したことなかったやん。わかるわかる、そういうのはな。いい寿司屋そうやし、うん、何でも何を隠そう、その給料ですか。もう何を隠そうってね、誰も言ってないですから。ガラガラガラって開ける前のこのなんか木目の細い窓、うん、あるある、木窓、木窓みたいな、うんうん、とこからあの入られへん雰囲気を感じて、そのあの一元さんしかみたいなそんなことないねんって、きっと一元さんを断りみたいな、なんなわけないねんけど、空気、空気ね、あの俺みたいなもんが入って一発じゃないってなって入られへんくて、うん、なんかその隣にあるスーパー入ってそこで、あのほんますぐ隣にはちゃんと寿司屋あるのに、そこで寿司買った。情けない声でスーパーの寿司買った。勢い関さんはさ、日本のために国技頑張ってあんのにさ、無理でした、入られへんかった俺。でもなんかそのスーパーで買った寿司が、うん、その隣の寿司屋ですぐ作ったやつですみたいな書いてた絶対そっちで買った方がいいのに。しゅんちゃんまだまだ物足りない。さ、なんかすき焼きでも食いたいってなって、いいな、すき焼き買って、なんか家ですき焼き食べてんけど、そのレジでお母さんお金払うとした時に、うん、いいって言って、だからさ、言うとスーパーとかからさ6000円とかっていっぱい買って、うん、でなんか家でご飯食べようとか、あ、お釣りって言って、なんかお釣り物もらって小銭も小渡そうです。67、うん、67、ええで育ててくれたやんか、あんな育ててくれてんか、もうもらっといて、もらっててもらっといて、65円あげましたお母様だからいっぱい育ててお金かけてきて、今65円返ってきて始めてる。それでも、うん、思うけど、まあ、65円とか一回無視するけど、うん、現金の方がいい。なんか親に対して、そ、なんか俺さ、うん、そういう場面になってもさ、うん、ID なんよ、電子マネーでさ。あー、それ良くないな。電子マネーでティーンコーンやってもさ、なんかそれ65円のボケできひんから。ボケってない。
ボケへんねん。もろといて、お母さん育ててくれてくれたやん。育ててくれたやんか、65円もろといて。じゃあお母さんありがとうございますとか言って。ちゃんと嬉しいな。親の方がボケやん。ちゃんと65円喜べるやん。ということで、そんな、ちょいちょした休みでした。はい。俺は上野まで歩いて、いつも通り歩いて帰りました。上野行くようなやつ。上野楽しいですよ。皆さんも上野ぜひ。皆さんも65円ぜひ。お前からお届けしました。